ゆいかのラジオ。はーい、ありがとうございます。はーい、ありがとうございます。顔が飛び出ちゃう。あべ、うんちゃん。あとで食べます。もうこの外出先でのエプロン人生になれたよ。めっちゃいいよ。こういう感じなんだ。初めて食べる。トマトとか挟まないの？え、トマト？あ、トマト挟むんだ。なるほど。玉ねぎも。あ、なるほど。え、これも？これは好み。なるほど。2つ、うん、ちょっと分解されてる。あー、できた。あー、おいしい。やっぱ人気あるだけあるね。あー、おいしいね。あー、おいしい。結構濃厚に感じた。このマッシュルームとチーズが、このままグラタンとかになりそうなソースの味がする。あ、ソースだね。おいしい。いつもなんだっけ？チーズバーガーか、シンプルなのが好き。あとあっさりしてるアボカドバーガーとか、こういうイケイケなバーガーまた食べる。これイケイケじゃない？イケイケ、うん、クラスの人気者的な感じじゃん。そうだね。ポテトも入れてあげる。こっちにお茶に乗ってる。ここに入れる。ありがとう。うわ、見て、すごい食べてる。すごい。どうしたらよかったんだ、これ。いや、こちらで行きます。まあ、置いたらいいんじゃない。だって置いたらさ、一貫の終わりでしょ。ハンガーガーは、ハンガーガーだね。ハンガーガー預かる。やだやだ。大丈夫。見事に今の食べ方。すごかったね。食べる？アボカド入ってて美味しいよ。半分こしようよ。あー、美味しい。ポテトカリカリで最高。ね、ポテトってさ、ハンバーガーとかにしか食べないやつ。食べてきたらそんなに味込んでないよ、はい。だから来た時はもう本当、何はさっても最優先で食べるよ。さっきまでさ、疲れすぎてさ、物もさ喋れなかったけどさ、食べたらめっちゃ元気になった。すごい元気になって喋るようになった。なんかさ、朝ごはんからお昼ごはん食べない時間の曲が一番いい。疲れだった。3時にさ、めっちゃ足とか行って食べたって言ってたよ。お昼ご飯が3時になっちゃって、で次夜待ちで、日が完全に暮れなくて撮影取れないから、待ってる間にご飯ですって言われて、3時に昼食べて、4時に夜ご飯。でも食べたんですよ。全員食べてたよ。誰も文句言わないよ。本当にスタッフなんて偉いよね。普通じゃないよね。普通じゃないよね。全員だよ。50人ぐらいのお状態が3時にご飯食べて、よし、また食べて。その時はさ、家とか誰も言わないんですよ。さすがにちょっと、さっき、本当にさっき食べてたよ。大丈夫かなってみんな言うけど、でも食べてた。いつもさ、飯推しのさ、ドラマとかしてきて、なんか食べてるんですよね。おにぎり持ってってんですよ。基本的には巨大なおにぎりを少しずつ食べて。ああ、3個分ぐらいのおにぎり。1個で。
でもこのハンバーガーより大きいぐらい。あ、でもみんながなんでそんなにおにぎりを小さく握るかすごい真剣に考えたの。平成が終わるってなって、平成最後に何がしたいかなって考えておにぎりにいとこと思ったの。なんかいつもみんなにおにぎりバカにされるから、正しい順序でおにぎりを握るっていうのを平成のそう最後の夜にやったんだよね。それでそしたらみんなさ手に塩水つけてさこうやって握るじゃん、手ってさそんな大きくないからそんな握れないんだよね。わかる、私の手が小さい。どれかな、あの巨大おにぎり。いや見たことあるから、えっと思って、えっていう気してる。大きくてさ、重いからさ、あって転がるとさ、ほんとコロ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 ってさ、おむすびコロリみたいになっちゃうぐらい。私の現場おにぎりは、普段大きくラップをプシッってやったら、ここでも塩をシャ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 ってやって、で手で水つけてタペタペって、手の塩水をラップの上に塞いでっちゃい、で、そこにご飯をこう、で、かつお節と蜂蜜梅干しをちぎって入れて、種を食べながら、こうやって、入れてこうやって。いや別にそう食べたまま減っていけばよくないですかって言って見てたのって言って恥ずかしいからこれがこうなった方がいいかなって言う、最初からみんな気づいてますってなったことあった。朝6時とか7時ぐらいからお昼にかけてそれを食べきる、ちょっとずつ。それ何年ぐらいやってんの？結構前から見てるけど結構な年数やってる。10年じゃ効かないよね。結構だね。一回りはやったよね。15年ぐらいかな。進化はある。そうなの。例えばこうやって、こうやって米をまずこう平らにして丸める前に、こっち側に鮭、でこっち側に昆布とか2種類をやる。でこっち食べない鮭、こっち食べない昆布。でも最初だから普通の女の子たちのサイズこんな見た時ギャグかなと思ったもん。でこっちがギャグだと思ってるのね。コントなのかな。でこっちが思ってたらゲイさんがいる。おままごとしに来たのかなって。ていうかさ、そもそもさ、どこで習ったの？見ないはずなんだよ、普通に来てたら。あ、ギャグは教えてないしね。おばあちゃんは？おばあちゃん違うよ。そんな大きい爆弾おにぎりだね。でも多分私そのおばあちゃんのおにぎりよりゆいのおにぎりの方が大きいと思う。だってそんな作り方編み出したのいいだもん。おばあちゃんは多分手でやってるから。逆にすごくない？そう、あのサイズどうやって手でやるの？おばあちゃん。まだやってんだじゃん。まあ、ドラマになるとやらなきゃしょうがないけどさ、ラップついてるよ、いろいろ。ついてないよ。私、右側の端にコンポートで。米の摂取量半端ないよ。いっぺんに炊かないんでしょ？ 3 合ずつ。そんなに炊いてんの？ポテトもっと食べる？遠慮してないよ。遠慮してないよ。遠慮してないよ。これが倍額に。例えばさ、ワンデーでさ、水の話してた、うん、何割だ？7。飲まない人。私たち派は。あなた飲まない？基本飲まないで頑張ってたけど、ちょっと食べる。ちょっと飲んじゃう。でも基本は精神的に食べ飲まないぞっていうね。アンケート結果は 29.9 とか。3割ぐらいが飲まない。結構飲む。思ったよりね、嬉しかった。本当だね。なんか途中来た時の記憶言うけど、すっごいよく覚えてるじゃん。水飲まない企業みたいな食べ方さ、よく覚えてるな。でもずっとで、友達からあの YouTube 見て、ゆいとご飯の時水飲まないなってずっと思ってたんだけど。
教え守ってんだねずっとって言われた。でそれさ、教えを間違ってたらやばいなって思っちゃうよ、個人的には。真剣にやるからね、こっちは。あのさ、お水飲みます飲みませんっていうの YouTube 金曜日出したから、そしたらみんなすごいメールくれて、関心が高い話だったみたいで、僕飲みますか飲みませんって目が結構来ましたよ、嬉しいよね。イエイ、ベジタブルサンド。どうやって半分食べようね。なんでブロッコリースプラウトみたいな、美味しいな、うん、なんで野菜だけなのこんなに旨味が出てるんだってぐらい、ソースだよ、うん、マヨネーズみたいな、うんうん、それがすごい食べ応えを増してるやん、うん、美味しかった。うん、もう一口ちゃうだい、うん、思ったよりこれが軽かった。全部食べちゃっていいよ。うん、うん、おいしい。え、ハンバーグ大きいのでもいけたかも。ほんとだね、うん、ラージの次何、ラージの次何、あったよ、もう一個ね、食べるの焦ったね。ちょっと言ってたの、うん、これ食べた後にマシュルー戻りたかった。なんかいっぱい、美味しかった。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした、皆さん、良き日々を、健やかな日々をお過ごしください。